こんにちは、宮田裕司です。今日は、映画塾ということで、映画の作り方について少し、恥ずかしながら私がお話をさせていただきたいというふうに思います。映画を作るといってもいきなりカメラを持てばいいわけではありません。企画、準備、撮影、仕上げとそれぞれいろんな段階があって、これを適切に、行うことが面白い映画を作る重要なポイントなんですね。今日はその第1弾として企画、どんな映画を作るのか決めるという段階なんですが、このポイントを少しお話しさせていただきたいと思います。企画の一番のポイントは、いろんなアイデアを一つにまとめる、作品という形にする準備をするということになります。そのためこの10のポイントを意識してアイデアをまとめていくといいと思います。1つ目、コンセプト。これはその映画をどういう映画にするのかということを決める段階になります。例えば5分のショートムービーというのも一つですし、60分の劇映画というのも一つです。続いて2のテーマです。これは作品がどういう意味を持つのか、作品を通して何を表現するのかということを決めます。今ショートムービーコンテストでは幸せというテーマで作品を募集しています。しかし幸せというだけではなかなか一つの作品を作ることは難しい。そこで幸せというものを使ってですね、もう少し具体的な考え方に落とし込む必要があるわけです。例えば結婚に幸せはない、例えば野球をすることが人生の幸せだ、こういった幸せというキーワードを今回の場合使って具体的な考えに落とし込む、これがテーマを考えるということです。そのテーマをいかに表現するのか、3から10についてはそれを考えるという作業になります。まず時代と場所です。そのテーマ、結婚というものが考え方がない時代に結婚を表現することはできないように、テーマを表現するに適切な時代と場所を選ぶ必要があります。そしてその時代と場所を選んだら、今度はこのテーマを表現するのに適切な人物、そしてその人物はどういう行動をしたらテーマを表現することができるのか、そしてその行動をする原因、理由はどこにあるのか、どんな感情があるのかということを整理していく必要があります。この行動というのが重要なように思いますが、実は行動よりも重要なことがあります。それは登場人物の感情です。感情がどのように動いて、どのようにストーリーの中で変化をしていくのか、その変化に人々が共感をしてくれれば、見る人が共感をしてくれれば感動をしてもらえるわけです。例えばただ野球、高校球児が甲子園に出るだけでは感動しません。しかし高校球児が甲子園に出るために努力をして悩んで考えてというその過程に感動するわけです。ですのでその人物がなんでその行動をするのかということを考えることがこの中では最も重要と言えるかもしれません。そしてこの6つのポイントを踏まえてストーリーを考えます。この時点ではまだざっくりと起承転結というような4段階でいいと思います。どのような始まりがあるのか、そしてドラマの中身はどんなものか、これは5番の主人物の行動というところと関係してきますし、ここで描くのは行動を通して感情を描くということになると思います。またその行動の結果、主人公がどういうふうな変化をするのかというのが点です。ここがテーマと影響されるクライマックスになるところです。そしてその変化を通して主人公、またストーリーがどのような終わりを見せるのか、この4段階ぐらいでまずは考えてみましょう。このように10のポイントでアイデアをまとめたら、次は準備、脚本という段階になります。この脚本については次回またお話をさせていただきたいと思います。なかなか簡単ではないですが、楽しい映画を皆さんで作りたいと思います。ありがとうございました。
エナジーショー始まるよ。エナショートムービー実行委員会実行委員の新田です。同じく実行委員のナッキーです。この番組はエナデミー賞に投稿していただいた動画を視聴者の皆さんに ご紹介する番組です。いよいよ8月、ショートムービーコンテスト作品応募締め切りの9月が近づいてきました。今月からのエナデミー賞では映画作りをより皆さんに身近に感じてもらおうと、番組の冒頭に誰でも楽しく映画作りが学べる映画塾のミニコーナーが新たに加わりました。このコーナーは9月末まで4回にわたって放送が予定されています。皆さんぜひご覧いただき、映画作りの参考にしてくださいね。はい、それでは早速ですが、今年度初になりますショートムービー部門で1作品目のご投稿いただきました。それでは作品を見てみましょう。楽しみですね。ご覧いただく作品はジェントルマン修造さんで、幸せのスカイランタンです。それではどうぞ。どうぞ。びっくりしましたね、ナッキー。ナッキー、良かったですね。なんか意外にかっこいいビデオだったね。うんうん、なんか男祭りみたいな。それでは番組も終盤に差し掛かってまいりましたので、ここでお知らせです。エナデミー賞では本日ご紹介したようなショートムービーをまだまだ募集しております。また作品時間が1分までのフリースタイル部門もあります。詳しくはこちらまでお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。